甘鯛をさばいて昆布締めにしていきます。鱗取り器を使って鱗を取っていきます。水を少しかけながら取ると鱗が溶けません。鱗取り器では取りきれない細かい部分は包丁を使ってぬめりと一緒に取っていきます。エラと内臓を取り除いていきます。まずはこのエラの膜を切ってください。で、付け根を切ります。そしてまた膜を切ります。そして腹を切り開きます。そしてエラの付け根を切ります。そしてこの部分を V の字にカットします。そして引っ張るとエラが取れます。血合いに切れ目を入れてから水洗いしていきます。このようにきれいにしてください。水分を拭き取ってからさばいていきます。腹の内側もよく拭いてください。胸びれと腹びれの部分で頭を落とします。頭は食べやすいようにカブト割りにしていきます。腹、背、腹の順番で包丁を入れていきます。まず最初は皮だけ、次に奥まで差し込みます。中骨の上まで入れてください。背も同様です。この骨も美味しいので捨てないでください。腹骨を切り取っていきます。まずは逆さ包丁を入れて、この付け根を外してください。こうすると取りやすくなります。
あとは薄く取るだけです。骨抜きを使って血合い骨を抜いていきます。骨抜きを使う際は頭の方に引っ張ってください。そしてこの身の断面から骨があります。取り残しがないか指で触って確認してください。これで骨のない状態になりました。昆布締めにした後では皮を引きにくくなるので先に皮を引いておきます。今回は皮なし、皮ありのものをそれぞれ昆布締めにしていきます。皮ありの方は昆布締めにしてからバーナーで炙っていきます。両面に軽く塩を振っておきます。昆布は日本酒を含ませたペーパーで拭き取っていきます。塩を振って10分経った状態がこちらです。このように表面に水分が浮き上がってきます。この水分を拭き取ってください。洗い流さなくても良いです。こうすることで臭みが取れます。ラップを敷いて昆布で挟んでいきます。冷蔵庫に入れて30分昆布締めにした状態がこちらです。このように30分でも水分が抜けてきます。皮付きのものは表面だけをバーナーで炙っていきます。火力は最大にしてください。皮を引いた昆布締め、皮を炙った昆布締めを切り分けていきます。
皮付きの炙ったものは食べやすいように切り込みを入れてから分厚く切っていきます。それでは、アマダイの2種類の昆布締め、アラを使った酒蒸し、焼酎のロックで乾杯です。まずは、アラの酒蒸しからいただいてみます。脂も乗っており、旨味は強いです。メインの昆布締めをいただいてみます。皮なしから。皮付きのものをいただいてみます。好みにもよりますが、皮を引いたもの、皮付きのものがありますが、皮付きの方が皮目の旨味を味わえて美味しいと思います。一度試してみてください。